2段目を編みましょう。まずこの目に細編みをします。同じ目からもう一目細編み。このように一つの目から二目ずつ細編みをします。一つの目から一目ではなく二目以上編むことを増やし目と言います。これで2段目が編めました。段数リングをここに移動させましょう。1段編むごとに段数リングを移動してください。1つの目から2目ずつ編んだので12目細編みができました。